はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は10月9日日曜日、聖霊降臨節第19主日の日曜日の朝を迎えました。今日もみんなと一緒にここに帰ってくることができて、また一緒にお礼拝することができて本当に嬉しいです。それでは今日も一緒にお礼拝を始めましょう。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。共に賛美歌を歌いましょう。今日の修法を持っているお友達は修法を、子供賛美歌改訂版を持っているお友達は子供賛美歌を開いてください。賛美歌の124番、愛の主イエスはを一緒に歌いましょう。では共に10月のリタニーを祈りましょう。詩歌を開いてください。10月のリタニー、キリストの体というお名前のついたリタニーです。皆さんはみんなと書いているところを読んでください。10月のリタニー、私たちは主の体、一人一人はその部分、足と手、耳と目、みんなに違う役目があって、一人一人が大切だよ。一人の人でも苦しめば、みんなが一緒に悲しんで、一人の人でも尊ばれれば、みんなで一緒に喜びます。私たちは主の体、一
一人一人はその部分。では共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、おはようございます。今日も新しい朝をお与えくださりありがとうございます。神様、少しずつ秋が深まってきました。食欲の秋、スポーツの秋、いろんな秋があります。一人一人があなたから与えられているこの時を大切にしながら、そしてこの季節を満喫しながら歩んでいくことができますように、神様導いてください。ウクライナの平和を求めて祈り続けています。ウクライナ、そして世界中にいる私たちのお友達がみんな幸せに過ごすことができますように、どうか神様導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。はい、では共に聖書の言葉を聞きましょう。今日は新約聖書です。コリントの信徒への手紙1:12-13パウロによって記されたコリントの教会への手紙。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうと、ギリシア人であろうと、奴隷であろうと、自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。神の御言葉。今日はパウロさんがコリントの教会に宛てたお手紙を一緒に読んできました。どんなことが書かれてあったんでしょうか。一緒に見ていきましょう。ちょっと前にもお話をしましたが、このコリントという町に建てられた教会、コリントの教会の中ではいろいろな問題が起こっていました。みんな一つの教会に集まってお礼拝をしていたんですが、実はそのコリントの教会の中ではみんな一つだったはずなのに、いろいろなグループに分かれてしまっていて、で最後にはみんなで一緒にお話をすることもできなくなっていたみたいです。もしかしたら学校、みんなが行ってる学校の中でもこんなグループがあるかもしれません。でも、ね、学校のグループはでも一緒にお礼拝をするかもしれないし、勉強もしますけど、でもお話はしますよね。このコリントの教会ではグループが違う人とはお話すらできなかったんです。あいつらは違うグループだからお話しちゃダメってことがあったみたいです。まるで喧嘩をしているようですが、喧嘩ならまだ仲直りをすることができます。このコリントの教会で起こっていたことは喧嘩ではなくて、誰が一番神様から価値のあるものとされているのかということが問題となって対立していたんです。今日のパウロさんのお手紙の中にも、自由なものと奴隷とかギリシア人とかユダヤ人っていろいろなグループが出てきます。おそらくこういうグループがあったんだと思います。神様から誰が一番多くの恵みをいただいているのか、価値があるとされているのか、そんなことで足りするのと思ってしまいますが、でもこの時代のイエス様がおられた、パウロが活動していた時代ではこれが当たり前の考え方でした。神様から
多くの恵みをもらっている人が偉くて、神様からあまり恵みがもらってない、少ない人はその人自体に価値が少ないと考えられていました。そして神様から恵みをいっぱいもらっている人は自由な人であって、神様からの恵みが少ない人は自由な人じゃなくて奴隷にされていると考えられていたんです。当然この価値があるとされた人はいい仕事に就くことができますし、お金もいっぱい稼ぐことができますし、お友達もいっぱい増えていきます。しかし価値がないとされた人たちは殴られても文句を言えませんし、奴隷にされても文句を言えません。そうなんです。ただ単にこれはグループ同士の争いではなくて、その人がこの世界で生きている世界でどういう生活ができるのかということにもつながった大きな問題でした。そのような考え方がコリントの教会の中で起こっていたんです。パウロさんはこれを見てまずいと思い手紙を書きました。それが今日の聖書の言葉です。パウロさんは私たちの体、私たちの体やが手や足や耳や口など別々のものが集まって、それぞれが自分にできることを精一杯行いながら一つの体を作っているように、教会という場所も私たちの体と同じようにみんな違う者同士が集まって一つのキリストの体を形作っているんだよというんです。そうですよね。私たちの体、例えば目が全部目だったら、昔そういうお化けがいたと思いますが、耳や口や鼻もみんな価値が低いからみんな目にしようって、みんな目にしたら私たちはご飯を食べられません。匂いを嗅ぐことも聞くこともできなくなってしまいます。見ることしかできなくなるんです。逆にじゃあ今度みんな口にしようって、目も耳も鼻も全部口にしたらご飯は食べられるけれども見ることも聞くこともできなくなってしまいます。みんな違うことができるから一つの体になれるんです。教会も同じです。例えば私は牧師としてこのお礼拝の中でみんなに神様のお話をしていますが、私はピアノは弾けませんので賛美歌の奏楽をする方は別にいらっしゃいます。そう、その代わりは私にはできないんです。他にも教会っていうのはいっぱいいろんな人たちがいて、一人一人がつなぎ合わさってきて、そして一つの礼拝が行われ、一つの教会が形作られます。みんなが大事なんですね。そしてその教会の一員となる印があります。それが今日の箇所に書かれている洗礼というものです。バプテスマとも読まれますね。もしかしたら皆さんはこの洗礼あるいはバプテスマっていうものを見たことがないかもしれません。この洗礼っていうのは神様に対して、私は神様の子供です、あなたを信じます、いつもあなたのことを大事にこれから生きていきますと神様の前で、そして教会のみんなの前で告白をして、頭の上に水をかけられて新しくキリスト者として生まれ変わる、そのような儀式です。そして神様から一つの霊を飲ませていただき、教会という一つの体になっていくんです。私たちはみんな神様の子供です。神様の愛をしっかりと受けて、ここでみんなのために私には何ができるのかなということをちょっと考えながら、この教会っていう体を一緒に形作っていきたいと思います。では共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。
神様、私たちはあなたの子供です。そしてみんな一人一人違う存在として作られ、みんなが集まってこの教会という場所を形作っています。神様、ありがとうございます。みんな私じゃダメなんです。違う人たちがみんな集まってお話をしながら、一緒に悩みながら、一緒に笑いながら歩んでいく、そんな教会です。どうか神様、このコリントの教会のようにみんなバラバラになってしまうんじゃなくて、みんなが一緒に話し合いながら一つの体を作っていくことができますように、どうか導いてください。この世界に目を向けると、まだまだ一緒になれないバラバラの人たちがいっぱいいます。私たちもその中の一人です。私たちもみんなで支え合いながら、この世界、一つの世界を形作っていくことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。感謝の献金を捧げましょう。共にイエス様が私たちにこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主法を開いてください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。共に神の栄光を称えましょう。唱詠の25番、賛美歌の25番を共に歌いましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。これで今日の礼拝終わります。ありがとうございます。そう、明日はスポーツの日ですね。
学校や幼稚園もお休みになるのかなと思います。運動会のシーズンになりました。みんなの学校や幼稚園の運動会があるんですかね。いろんな秋がありますよね。私は秋といえばもうすぐに美味しいものに目が行ってしまって食欲の秋になってしまうんですが、スポーツの秋も大事にしたいと思います。一緒に体を動かしながら歩んでいきましょう。それでは今日の礼拝これで終わります。ありがとうございました。ではまた来週のお礼拝でお会いしましょう。Thank you.